んだこら。はい。トイックの勉強中です。来月試験なんですよ。まあ就活とか社会人になってからも必要って聞くのでそれ用です。いや、私実は将来的に起業とか考えてて。今は昔と違って全然。はあ、いや私彼氏いなくて。古くない？おいてめえ、うぜえんだよさっきから。いちいち30年前の価値観押し付けてくんじゃねえよ。抹茶クリームフラペチーノてめえのバーコードにぶっかけんぞこら。黙れ、乗ってくんじゃねえよこの老害。嘘つくんじゃねえよ。見ての通り勉強の邪魔しかしてねえじゃねえかこのゴミクズ。はい、スキャンしまーす。ピッ。お買い上げありがとうございます。0円でございます。てめえのポンコツ脳から放たれるゴミクズアドバイスの価値だよ。てめえのその時代がずれまくった説教には1ミリの価値もねえんだよ。暇な時に説教して時間潰してた結果、会社の若い女子にも次々愛想をつかされて、家に帰っても妻にも娘にも相手にされない。そんなてめえは
カフェやベンチでお一人様やってる女子ばっか狙って、長々と説教して威張るだけ威張って、そんで自分がリフレッシュしたら会社に戻んだろ。どんだけだよ。私はてめえの昼用キャバ嬢じゃねえんだよ。おい、てめえだいぶ勘違いしてるようだな。おっさんのこと可愛いとか言う女子は、単によく可愛いっていう自分可愛いアピールしてるだけなんだよ。さらには私、年の離れたおじさんにも優しく接してあげちゃう、性格まで可愛い系女子なんですって自分に酔っちゃってるやつなんだよ。しかも年の離れたデブは、そいつらからは男ではなくゆるキャラってカテゴリーでまとめられてんだよ。てめえのことだぞこの豚。つまりてめえはすでに若い女子から男として見られる境界線をすでに超えちゃってるってことなんだよ。それを第三のモテ期到来とか言ってガッツポーズして気安く女子に話しかけてくんじゃねえよ。決めんだよ、あと顔つけんだよこのポンコツ老害野郎。全身鏡でもガン見して目覚ましてこい。しょうがねえな。じゃあ私がどうしても暇な時だけゆるキャラ枠で話し相手になってあげようかな。惚れんなよ。